はい、神田外語大学外国語学部英米語学科3年の大野です。と申します。宅地化で学んできたことを生かして何をっていうところの部分までの情報が公になっている情報とかよくある質問だけではなくてさらに深く考えて。どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回は面接企画なんですけども、23冊の大野さんの人生の初めての面接をやるという企画になっております。ということで大野さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。緊張されてますか？はい、かなり緊張してます。どんぐらい緊張してますか？心拍数が上がってるのが本当に分かるぐらいなんですけど。先ほどからメモの言う練習をされてたと思うんですけど、結構考えてきてくださったんですか？一応内容構成としては添削とかいろいろしていただいたのも含めて十分に考えてきたと思うんですけど、アウトプットはまた違ったことだと思うので、じゃあ頑張りましょう。はい、ということで早速面接の方を始めさせていただけたらなと思います。ちなみに今回は大野さんが志望されている IT 業界の中でも行きたいと言われている某大手 IT 企業の面接官を想定して石坂さんには面接をしていただけたらなと思ってます。石坂さん、簡単に自己紹介をお願いします。米国マイクロソフトの本社にいてグローバルマーケティングをしております石坂です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで早速面接の方をお願いします。はい、今日は面接に来ていただいてありがとうございます。ではまず最初に自己紹介をお願いしたいと思うんですが、お願いします。はい、神田外語大学外国語学部英米語学科3年の大野です。と申します。学生時代は英語学習に主に力を入れてまいりました。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では次に、学生時代特に力入れたこと、先ほど英語っていうことだったんですけど、具体的にどんなことをやってみて、それによってどんな、成果とかですね、学びがあったのかっていうのを話していただけますか？はい、私は学生時代、目標から逆算をして、TOEIC の点数を375点から785点まで引き上げた経験があります。これを、当初私が初めて受けた TOEIC では375点と、クラスの中でもすごい低くて、あとは自分が昔から将来の夢だった英語を使って仕事をするっていうところがあったんですが、それを叶えることができないっていうふうに考えたので、まずその、英語の上級者の方が取得されているであろう750点をまず目標にして私は英語学習を始めました。で、それを叶えるにあたって私は2点課題がありました。まず1つ目は英文を正確かつ早く読むための速読力っていうものが足りなかったと思います。またもう1つ目は英文を読み書きする際に必要となるその英文を瞬時に思い出すことが必要となるその瞬発力っていうものが必要であるというふうに考えました。まず1つ目の速読力に関しては、公式問題集の方を、色分けをして瞬発そのすぐに英文の品詞など要素を必ず、思い出せるように、色分けをするように心がけました。またその2つ目の英文を読み書きする際の瞬発力という点に関しては、本番の音声を使って単語帳を、暗記することによってそのまま文の使い方だったり用法だったりをそのまま暗記できるように瞬発力を養いました。こういったふうにその読み書きをする際、読み書きっていう2つの2点からアプローチをすることによって目標を達成することの大切さを学びました。これを使って御社では英語学習という点ではなくて目標から逆算をするという的確なアプローチを取ることによって目標を達成するということを生かして御社で頑張りたいと考えています。はい、ありがとうございます。すごいですね。もう一気に TOEIC の点数が上がったっていうことで、ちなみにどれぐらいの期間でこれを成し遂げたっていうのと、あとはこれを行う上で、大変なこともあったと思うんですけども、それをどう乗り換えたのかっていうのをちょっと教えていただけますか？はい、まず、1点目の、どのくらいの期間かっていうところなんですけども、まず最初それは、1年生専門学校に通っていたんですけども、専門学校1年生の頃の夏から始まって12月の早く半年間の間で2倍の点数を達成することまたその2つ目の困難という点に関してなんですけども、まず読み書きをしたり、読み書きをする際に必要な瞬発力であったり、英文を正確に読むために読むことができなかったという困難があったんですけども、そういうのはまず私自身が英語が好きだったっていうまず単純なことがあったんです。またその英語が好きだったっていうのも、英語はさまざまな表現があったりするので、英語を多くの量の英語を読むことも苦にならなかったということもあったりしたので、まずその好きっていうことに対して全力を注げるっていうのが自分が困難を乗り越えることができたっていうことの要因だと思っています。なるほど。
ありがとうございます。まあ、弊社の方に興味を持っていただいてね、入って、まあ、英語を使って、まあ、さらに、まあ、目的ありきでいろんなプロジェクトをやっていきたいということなんですけども、志望動機ですよね。どのような志望動機があって、そして入った後具体的にどんなことをやってみたいなとか、どういうふうに活躍したいなとかいう、そういったイメージがありますか？はい、まず御社を志望する理由といたしましては、私がかねてよりその人生のコンセプトというふうに掲げてきたものがありまして、それが、物事を全て全力でやりきるっていうことがありました。またその御社の掲げているコンセプトというか、その理念というものが私の今までの人生観と一致したということが、まず大きな理由となっております。その学生時代達成した英語学習にだけにもかかわらだけにとどまらず、その小学校から続けてきていたサッカーにも通じているのですが、今までその現状に満足せずに、目標を達成したということは、まずその自分のコンセプトと一致したのが御社を志望した理由となっています。ただし御社に入った後は、入社後としては、明確な目標というのはまだ決まってはいないのですが、自分のこの物事に対して貪欲に必ず目標を達成するということが大切だと思っているので、これを継続しながら御社に入って活躍したいと考えています。はい、ありがとうございます。では最後に、弊社について何かもっと知りたいこととか質問とかがあれば、これを機会にですね、ぜひ質問してみてください。はい、御社の競合会社というのは本当にたくさんあると思っているのですが、まずその中でも、一つ取り上げるとしても、すごい、非常に大きい売上というものを自分が研究した中で、売上の差というものが明確に現れていたものですが、御社が工夫している点、そういった競合会社 と差をつけていく中で、どういった点で競合の会社に差をつけようとしているのか、工夫している点があれば教えていただきたいです。はい、ありがとうございました。ということで面接お疲れ様でした。今の面接、伊坂さん的に採用か不採用か、まず札を上げていただいてもよろしいでしょうか？わかりました。では伊坂さん、お願いします。はい、はい、ということで、理由はですね、いくつかちょっとあります。そもそも会社側からしてみたら、どういったところを見たいかっていうと、この方は会社のやりたいゴール、そういったところを達成するときに一緒にチームとしてやっていけるかな、そしてその人の強みを生かして会社のゴールに一緒に突き進むことができるかなっていう、マッチングを見てるんですよね。というのをちょっと前提にご説明させていただきたいと思います。まず一つ目なんですけども、実際に入ってどういうことを成し遂げたいんですかっていう質問の時に、ご自身のガクチカのお話をそのままリピートされたと思うんですよね。リピートするのはいいんですけども、さらに奥深いところの、会社で今こういうことが起きていることを知っています、でそこでこういうチャレンジがあることも知っています、そこに対して私はこういうふうにやってみたい、こういったことが御社もっとできるんじゃないかっていうですね、もっと具体的なイメージがこう湧くようなコメントをしていただけると、あ、この人っていうのは会社のことを深く理解してくれてるなっていうふうに理解できたんですよね。学知課で学んできたことを生かして何をっていうところの部分までの情報が、イメージができなかったっていうのが一つ目ですよね。これについてどうですかね。何をやってるかっていう事業内容に関しての研究が足りてないのかなというふうには思いました。 OB 訪問とかっていうのはされました？1名の方にですね、どういうふうに就活を進めてたのかっていうのを中心に聞いたので、また次回 OB 訪問するときには事業内容についても深く聞こうとは思います。そうですよね、事業内容ってちょっと大きな話ですけども、具体的にどんなことを日々行っていてっていうところ、でそこで自分自身がどういうふうにチームに貢献するのかっていう、そこのイメージをもっと膨らませる質問ができたらいいかなと思いますよね。せっかく OB 訪問するんだったら、先輩がどういったことを軸に考えてるか、でもそれって先輩じゃないですか、参考にはなるんだけども、大野さんと会社のマッチングの話をしたいんですよね、こちらとしては。なんでぜひそこのところで大野さんがどのようにその中で活躍できるかっていうところがイメージして、それができるのかなっていうのが確かめることができる質問をぜひたくさんしてほしいなと思いますね、OB 訪問。
2つ目というのが、ガクチカのこれをですね、話し方とかストーリーの流れではなくてトピックそのものかなと思いました。トイックで375から715にしたっていうね、ものすごいことですね。これは努力をされてっていうのは、しかもそれが自分自身の課題を2つちゃんと認識して、それを解決するためにこういったことをしたっていう、でそこからどういうことを学んだって、流れ的には完璧な流れだったんですよね。ただそもそもトイックのスコアを上げることが学生時代の一番のネタなのかなっていうところはちょっと疑問があったんですよね。トイックとかそういった資格っていうのはすごく重要だと思います。ですけれども、それっていうのはどちらかというと一人で行う系のプロジェクトじゃないですか。それよりももっといろんなご自身の自己分析とかをする上でチームで行った経験を欲してるのじゃないかなというふうに思うんですね。 IT 業界っていうのは会社の目的、やりたいことがあって、手段として達成するために重要な人材が必要なので、その人たちをこう採用したいと思ってるんですよね。どういう人がいると会社の中で結果が出せるかってことを考えた時に、その手段として英語っていうのがあるっていう、目的の方に近い、より上位流のように近い話をピックアップして、学知化として話してほしかったなっていうところがありますね。なぜかというと IT 業界に入るような人っていうのは英語とかっていうのが実はもうできちゃってる人が多いっていうところで、それをメインのトピックにしてもらうと、その人と差別化できるような、そしてこの人が入ってきたら英語だけじゃなくてもうプロジェクトを回すことができるっていうことをイメージすることができるかどうかっていうことなんですよね。ちなみに前回も就活相談でエピソードが個人になってしまうっていうところで、英語学習で専門学校の先生巻き込んでやったっていうことでちょっとチーム感が伝わるっていう話だったと思うんですけど、それをやりつつもやっぱそれ一本じゃ怖いから、これからの行動で新しい学習化を作るっていうことも検討した方がいいっていうふうに思いますか？そうですね、英語のスコアを取ることが最終ゴールじゃないと思うんですよ。じゃあせっかくね、能力つけたんだから、それを使って例えば海外の人と何かオンラインのイベントを企画してみるとか、英語を使ってね、できることいっぱいあると思うんですよ。まだまだそういうことにチャレンジしてみて、そこでのリーダーシップの経験とか、ゼロから何かそういった団体を立ち上げたとか企画をやってみて、試行錯誤して何人集まったイベントになったのかね、そういった話を今からでも私は作れるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。ありがとうございます。これからですね。石田さん、3つ目お願いします。はい、逆質問って言った時に、競合についてどうお考えですかっていう時に、三流、二流、一流っていう考え方をすると、全く質問しないのはもう三流です。二流っていうのは素晴らしい質問をされていることなんですね。でも一流を目指してほしいなっていう希望的なところもあったんですよね、私の中では。一流の逆質問っていうのは、自分が知ってる中からこういうことがあると思うんですよね、こういうことについてどう思われますかとか、そういったところをぶつけることができると、あ、この人って公になってる情報とかよくある質問だけではなくて、さらに深く考えてきてるんだなっていう意気込みが伝わってくるっていうことかなと思うんですね。それは実は一番目のフィードバックでも関連するかもしれません。会社のことをもっと業務とか会社で向かおうとしてる方向性とかを理解した上で、大野さんならではの仮説があって、それを踏まえた質問ができると、一流、この人欲しいって思う質問になるんじゃないかなというのが3点目ですね。ということで、今のアドバイスを聞いて大野さんどう思われましたか？自己理解と、あとは企業への理解も足りないのかなとはまず思ったのと、未来にも向けて視野を展開してもいいのかなとは思いました。どうやって受け答えするのかとか、どういうストーリーでっていうフレームはね、完璧で素晴らしいですよ。あとね、中身の部分をもっともっと大野さんらしいところを出してほしいなって、それを会社の内部のところとこうもっとね、こうコネクトしたら、これがね、5倍も10倍も良くなるなっていう可能性が私は感じてますね。伸びしろっていうことですね。話す内容もこれから作っていけるタイミングにあるっていうのは、なんか今のタイミングでフィードバックもらえたらすごいいい点だなって思うので、これから半年とか何なら1年ぐらいあると思うので、英語以外のことをやってもいいですしね。今からせっかくなんでね、その手につけたね、この英語力を使ったプロジェクトをね、なんか企画して、あるいは企画してるところに乗り込んでもいいと思うんですよね。そのプロジェクトメンバーに入って、そういう経験をしてほしいなと思います。これをスタートとして、これからどんどんステップアップしていただければなと思います。ということで、石坂さんの SNS は下の概要欄に貼ってあるので、よかったら覗いてみてください。本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。友情。小野さん、お疲れ様です。
どうでしたか？一番大きいのは本当に緊張っていうのがあって、細かく聞かれてるわけでもないのに勝手に緊張していた部分がやっぱりあったので、うんうん、アウトプットの回数とあとは質といろんな友人を見つけてこれから面接練習していきたいと思います。面接中はそんなに緊張してる感はそこまで伝わらなかったですけどね、はい、心臓が聞こえました、音が。朝からずっと頭がいっぱいだったっていうことで、はい、どう伝えようかっていうのを本当に繰り返し動画見たんですけど、付け焼き場じゃ無理だなというふうには本当に痛感したので練習します。本当ぜひこれからの大野さんの成長も追っていけたら嬉しいなっていうふうに思ってるので本当に応援してます。はい、ありがとうございます。はい、ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。